どうもガトです。今回はちょっとね面白いものが手に入ったので、それの取り付け動画と、どれぐらい効果があるのかっていうのの検証動画をちょっとしていきたいなというふうに思っております。それでは動画スタート。早速なんですけど、何が手に入ったかというとこれですね、ハリケーンスーパーバイクエアフィルターということで、エアフィルターですね。で純正と何が違うのかっていう と、これを見る限りだと、純正のフィルターよりも少し入り口というか、吸気口が大きくなっているということなので、パワーがアップするんじゃないかなというふうに言われてます。他の YouTuber の方とかもね、結局ノーマルフィルターに穴開けたりとかしてね、自作してる方も結構多いので、これをね取り付けることによって、自作する必要がなくできるんじゃないかなというふうに思ってます。で実際これ取り付けしたらどうなんだろうね、変わるのかなということで、早速取り付けに進みたいと思いますが、これちょっと調べたところまだ日本にはねほとんど入ってきてないのかな、オンラインショッピングとかではねまだ手に入らないんですけど、タイではちょっと手に入るということで、ちょっと先行的にというかちょっとつけていきますね。で吸気をねもともとどこからしてるのかというと、ここの中にフィルターが入ってるんですけど、ここからビューッとノズルが伸びていて、ここら辺から吸気をしているんじゃないかなというふうに思います。でどれぐらいしてるのかっていうのはね、ちょっと中外してやる前にちょっとねこのタイのお線香でちゃんと吸ってんのかみたいな、吸ってんのかな、吸ってないな、全然吸ってない、実験中止だなこれ。とりあえずカバー外してみます。今カバーをね取り終わって最後のこのネジを1本外してみますと、中にエアクリが入って、あれない、入ってるこれですね。大体今これ8500キロぐらい走って、こう見て結構汚れてますね。うわっ汚ね。で新しいものがどういったものなのかと言いますと、ね、これですね。これの中身がこんな感じになってます。なのでもうね、見比べてもらったら分かると思うんですけど、ここの部分まで広がってますね。これぐらい。だから吸気量的には30% から 40% ぐらいアップしてるんじゃないかなというような感じになってます。で、このフィルターを変える利点というのが2つあって、ここの、吸気量が、大体 30%、40% ぐらい増えるっていうのと、基本的にこれって、取り替えなんですよ。なんですけどこれを使うと、これはなんかね見ると洗えるっていうふうに書いてあったんで、何キロに1回に1回は、洗ってそのまま使うことができるというような感じですね。これ書いてあるんですよ、洗えますよーって。タイ語で全部書いてあるけど、じゃこれをねちょっと取り付けていきますね。でエアフィルターの取り替えなんですけど、これ超簡単で、これをもうこうやって外すじゃないですか。でこれここに設置して完了です。2秒で終わります。でエアフィルターを変える前にこれそもそも吸ってんのかっていう問題が発生してきたんで、ちょっとね、やってみます。ちょっとね、吸ってる。吸ってますね。でも吸ってるけど、ちょっと吸うとね、
あのエンジンちょっと変な音がするからあんまりおすすめはしません。でも検証で言うと吸ってる、ほら吸ってる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 、一応吸ってることは吸ってるんですね。なんとかマハのコーンということで、今あのエアフリーフィルター変えましたんで、ちょっと今から試運転します。ということで、今変えて試運転してきたんですけど、体感で言うとちょっと変わった気がする、まあ、よくちょっとだけ良くなったかなっていうふうに思ってます。で実際にさっき見たあの煙吸ってるかって言ったら吸ってないんですけど、まあフルで回したらもしかしたら結構吸ってるかもしれないんで、ちょっと検証の、ね、走りながら検証ってのはできないんですけど、あくまでも体感になっちゃうと思うんですけど、まあまあまあ体感としてはちょっとだけ変わったっていう感じです。ということで今から高回転チェック出かけていきます。さあということで家の近くにある、国道まで来ました。ここだとねスピードが出せるんで、ちょっとここでねトライをしてみたいなっていうふうに思います。でタイの、道路交通法というんですかね、まあ、最高速度がバイクはね90キロまで出していいということなんで、まあ、90キロ近くまで出してみようかなというふうに思います。って感じですね。だいたい94キロぐらいまでしか出なかったんで、僕のあのハンターあんまり遅いんですけど、まあ乗った感じどうだったのかっていうと、結構上がるまでは軽かったですね。でこれについては結構大きくしたのの効果が若干出てるかもしれないです。でただそのやっぱり吸気口を大きくしただけだと本当に効果っていうのは全然わからなくて、慌ててマフラーも交換しないといけないということなので、僕はまだねマフラー交換していないんですけれども、マフラー交換しているっていう方がもしかしたら取り付けたら効果がよりわかるかもしれないです。ということで、今回の検証はここまででした。僕のハンター株は遅いということで94キロまでしか出ませんでした。また新しいカスタム動画とかね、加算パーツとか取り付けたら動画にしていきたいなというふうに思いますので、今回の動画が良かったなと思う方は、高評価またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。Ha ha ha.